皆さん、こんばんは、マーティン・ダールの役は、キュンです。二軍の帝王といえばこの方、三度の最多セーブを輝いた三能の大魔神、近郷裕樹さんの凄さいます。実は名古屋球場で輝きを放ったピッチャーではございますけど、変化球を中心としたピッチングと言っていいんですが、2005年ドラフト会議で、まあ、折れ流落合ですね、はい。結局一軍登板果たしたのは遅咲きではございましたけどもね、はい。まあ、一軍ではあまり活躍できずに終わってしまい、その後は二軍暮らし、長い二軍暮らしでございますね、はい。実は引退した後、立正大の監督を務めたそうではございます、現在、はい。わかる範囲で、確かに今だから言える二軍の帝王でございます。確かに三度のセーブは今でもウエスタンリーグ史上の、まあ、すごいですね、はい。ウエスタン史上の記録ですね、はい。確かに、名古屋球場でのセーブ数は本当にすごいですね、はい。最も得意にしているのは名古屋球場でございます。調子いいのに一軍に上げてもおかしくないほどの成績でございます。はい。というわけで以上でございます。バイバーイ。